デジロ ML の終熟運転、ボン中央駅にて、デジロ ML とは、シーメンスが開発した、非連接電車列車のコンセプトモデルである。ML とは幹線までのバリエーションがある。台車は虹羽が空気羽で、最小半径80メートルまでの曲線通過性能を持つ。オプションの一等席は8席で、内2席には、ノートパソコン用のコンセントが設置されている。また、 おむつ替え台とハンドドライヤー付きの障害者対応の便所を追加可能である。保安用の客室監視カメラも設置可能で、客室は空調付きである。扉は視覚表示と音響による警報とともに、乗客が最後に触れてから10秒で閉じる。車体は将来 EU から要求されるであろう。衝突安全性基準を満たしている。車バージョンもあり、また、 いくつかの機関にも対応している。製造所はシーメンスの一部門であるシーメンスモビリティのクレーフェルト工場である。試運転はシーメンスが所有するドイツノルトベストファー練習のビルデンダート試験戦で行われた。ベルギー向けのものはクレーフェルト工場の他一部がボンバルディアの工場で作られる。ロシア向けの38編成もクレーフェルトで製作されるが、 追加注文の16編成は一部がロシアで現地生産される予定である。3両305編成が2011年から2016年にかけて搬入され、ブルッセルの地域急行鉄道網で使用される。3両17編成がアルファトレインズが運営するドイツのライン川西岸鉄道で運行されている。2010年4月にウィーンの S バーンなどの増強及び4020。 軽電車の置き換え用に200編成供給の基本的合意がなされた。電車は3両編成で2等席が217席ある。ロシア鉄道は2014年ソチオリンピックに向け54編成の後期用車両を2009年11月に発注した。オリンピック会場へのアクセス鉄道の40パーミルの勾配にも対応している。オリンピックの会期終了後は そっち以外での使用も考慮されており、低接種40度までの体感性能を持つ。2M3T の五両編成で、期間は 1520mm、編成全長は 126.64m、1編成あたりの時長は260トン、軸重は19トン以内、最高速度は時速 160km、一時間低角出力 2550kW 電気方式は、 直流 3KV と交流 25KV に対応。一編成あたりの座席定員は466人、立席定員は379人。定床部分はなく、床高さはレール面上から1400ミ、mm、リメートルの予定である。相性は、ツバメを意味するラースト地下と決まった。ありがとうございます。